1回の表、慶風高校の攻撃は1番セカンド辻野くん。2番ショート根室くん。3番サード長尾くん。5番ピッチャー谷村。6番ファースト川間くん。守ります慶風高校のピッチャー谷村誠真くん。キャッチャー雪野くん。ファースト川間くん。1回の裏、智弁和歌山高校の攻撃は1番ショート大西くん。2番セカンド大中くん。ポカリも正解ですよね。守備機関正解。そうこうフェンス、ね、3番センター宮坂くん。ピッチャーはね絶対内野の頭越すのがいいんですよ。そうです。こういう当たりね。こういう当たりね。4番ライト徳丸くん。5番ファースト岡西くん。6番レフト青山くん。そんなプロないと。そうね。しゃあないな。しゃあない。これも背高いですね。サード高島くん。深いから落ちない。
もうちょっと前守った方がいいと思うよね。普通です、普通です。2回の表、慶風高校の攻撃は7番ライト北谷くん、9番センター竹内くん、ユニフォーム切られてるような感じだけど、辻野くん、2回の裏、智弁和歌山高校の攻撃は9番キャッチャー永田くん、半回増えました、1番ショート大西くん、2番セカンド大中くん、3番センター宮坂くん、5番ファースト谷村誠真くん、6番ピッチャー川野くん、以上に変わります。6番レフト青山くん、7番サード高島くん、上に行ってます。
黒木君に代わりまして坂尻君、バッターは坂尻君。智弁和歌山高校選手の交代をお知らせします。先ほどの回に代打いたしました坂尻君に代わりまして須川君が入り、ピッチャー8番ピッチャー須川君。3回の表、慶風高校の攻撃は2番ショート根室君。3番サード長尾君。守備浅い。4番キャッチャー雪野くん。さっそうと走っていきました。6番ピッチャー川間くん。お、落ちた。なるほど。狙いましたね。クリア。おお。3回の裏、智弁和歌山高校の攻撃は9番キャッチャー永田君。ちょうどおうまい。おう、うまい。1番大西君に代わりまして小畑君、バッターは小畑君。2番セカンド大中くん。おまい、答え。おヒット2本ともしましたもんね。4回の表の攻撃は8番レフト高森くん。変わったとこ飛ぶってほんまやな。9番センター竹内くん。最後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 
ますね。4番ライト徳丸くん、6番レフト青山くん、7番サード高島くん、レフトの青山くんに代わりまして西野くんがピッチャー、ピッチャーの須川くんに代わりまして角井くんがレフト、6番ピッチャー西野くん、8番レフト角井くん、以上のように変わります。3番サード長尾くん、ああそうですね、おお、うまい、4番キャッチャー雪野くん、今度の代のエース、バッター雰囲気あるんやろな、8番レフト角井くん、甲子園だ、そうですか、あの智弁学園にも来てる子、そう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 、先輩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 先小畑くん、
それが全部点になってる。2番セカンド大中くん。センター宮坂くん。4番ライト徳丸くん。5番ファースト岡西くん。何が多いし、いそうなんだ。里中くん。ピッチャーの川間くんがファーストに。ファーストの谷村誠真くんがセンターに。センターの竹内くんがピッチャーに入ります。フォアボール3つですね。6番ピッチャー西野くん。レフト角井くん。慶風高校6回の表、6回の表、慶風高校の攻撃は8番レフト高森くん。こっちの方がいいですね。9番ピッチャー竹内くん。1番セカンド辻野くん。2番ショート根室くん。積極的ですよ。おお、うまい。欲しいところ。滋賀と兵庫の。6回の裏、智弁和歌山高校の攻撃は9番キャッチャー渡部君。大学とかプロ行ったらもう見えない。センターの谷村誠真君がピッチャー。1番ショート小畑君。ほんまに見たやつ、取ったやつ見てますもん。ええ追い風、最短距離。ああ惜しい、惜しい。
走った。そうね、走った。こっちまでめっちゃ良かったですよ、ライブ。追いつけましたからね。コールド？コールド。あっさり。Thank you.